日本三重県島市阿護町安城阿護町安城は三重県島市の地名。1996年1月1日現在の面積は1.21平方キロメートルである。あのリフグなどが水揚げされる水産業が盛んな地域である。また、安土桃山時代の文六年間より続く重要無形民族文化財の安城の人形芝居が継承されている地域でもある。 安城付近の空中写真。右上に突き出した岬川の利崎が乗り先。国土交通省国土画像情報をもとに作成しまし、東部、島半島の中央部と他に位置する。北、東、西の三方を海に囲まれ、西は、マトヤ湾、北から東にかけては、太平洋に面する。南は、アゴ町国府と接する。また、マトヤ湾を挟んで、鳥橋大札町と向かい合う。 集落は、あの里崎の先端から少し離れたマトヤ湾岸にあり、漁港が設けられている。集落は里、白、汗などに分かれる。高地は少なく、漁業が盛んである。イラコ鈴代の死、安城の地後第四連では、と、安のりを読んでいるが、安城集落のある、マトヤ湾岸は、波静かであり、海に耐えるようなことはないと、岡安雄は述べている。あのりざは、 三重県島市にある岬。的と湾の南岸をなし、太平洋側は約40メートルの赤土の断崖となっている。江戸時代に唐明台が置かれたため、唐明先の異名を持つ。また安典岬とも称する。周辺海域には岩礁が多く、アワビサザイなどの貝類が豊富で雨によって採取されている。水産業には都合が良い一方で、大王崎。 鎧崎と、並び、島岬崎として公海場は難所であった。弥生時代の遺物が、正治不礼や乗り崎から、古墳群が、正寺汗から、日和山と庭の浜からは京塚が見つかっている。平安時代には内禅資料の、あぜのりみクリアであった。大記によれば、九十元年5月23日に、あぜのりみクリアと伊勢神宮領遺蔵神戸との間で、総論があったという。 中世より海戦の気候地として発達、戦国時代には三浦荒助が安勢上場を築いた。三浦は三浦義厚の場所とも伝えられ、安勢上場を拠点としていたが、東格を表して、安勢則、国府、宇方、坂崎、三箇所、トロク屋の六号を収める地頭となると、国府に重四半上場を市場として用いたようである。三浦は a 6十三年に、 久喜義高が島国の児童らを次々と平定していくのを見て、当時あの津にいた織田信夫を頼り繁盛を離れ、城は廃城となった。関ヶ原の戦いで久喜義高、森高府市が東西両軍に分かれた際は、賭場城を義高に奪われたために、森高がここを拠点とした。同時代には、あこ家という表記も見られた。江戸時代には、島国東市軍に属し、 安城村として、戸場藩の廃下にあった。村高は314国で、裏役として、銀960門目を収めていた。安城港は、志州市活の一つとして、戦国戦が多く入港し栄えたが、沖合は、安城が多かったため、南波も多発した。そこで、河村瑞賢の県議により、遠方元年に安城東明大が設置された。 港には船戸に十二2軒と付け船や船宿が立ち並び、宝永六年の記録では六十九人の水上遊女、走り金、ね、もいた。港に船が入港しきれないこともあり、西の裏や超江裏へ回されていた。入港船からは手数料として天よ並び南風、夜焼き菱と米一生を徴収した。船が破損した際には、冬あるいは沈没した積み荷 船道具の回収に当たった。ナンパが多かったことから、偽装ナンパもたびたび行われ、文久3年10月には、先導と安則の村人が結託した偽装ナンパ事件が発生している。この事件では、泉国境を出て、荷主の住む三河国カリアに向かう途中に、暗城でナンパしたと報告したが、締めカスを包んでいたむしろが見つかったため偽装が発覚、訴訟となった。 訴訟では、荷主が勝訴したが、万額の賠償は得られず、荷主の損害に終わった。幕末には、賭場藩によって、鉄製の方針が置かれ、海上防衛体制が敷かれた。明治時代に入り、町村製が施行されると単独で村製を敷いたが、昭和の大合併では、浴か町などと合併し、阿護町の一大技となった。現在も島市の大技として存続している。 明治5年7月29日、あのり崎に初の灯台が点灯し、翌1873年4月1日に四等線点灯機を設置し、本格的な灯台が供用開始となった。この時建設された灯台は木製で、現在は東京都品川区の船の科学館に移設されている。1874年3月1日に、 紙の号郵便取扱所が開設されると、安城村も、その集配区域となった。1899年4月1日になると、安則村の集配業務が、的屋郵便局へ移管され、現在は、阿賀郵便局の集配区域となっている。1911年11月24日には、あのり崎沖で大日本帝国海軍の、 駆逐艦春雨が座礁、44人が死亡する惨事に見舞われた。安城村民は救援活動や事後処理に積極的に関わった。1949年、二代目のあの里崎灯台が完成した。昭和40年代になると、阿古町当局により漁場の造成、稚魚の放流、漁獲の管理の三つからなる、育てる漁業が推進されるようになった。しかし、 生活排水による海洋汚染、輸入魚介類の増加等により安城の漁業は後退気味である。1986年にトランフグの放漁があり、地魚放流などの努力によって1989年に2度目の放漁があった。1999年には伊勢神宮へフグを放納した際に、あのリフグの名を使ったことをきっかけとして、あのリフグのブランド化に乗り出した。 この取り組みにより、アノリ、フグを求めて2003年には14,738人の客が訪れた。ただし、平成の大合併により、伊勢エビやアワビ、マトやカキなど、同一の市内で複数の海洋特産物と競合することになったこと、2003年に比べ、漁獲量が落ちたことにより、2004年と2005年の観光客数は減少した。漁業と並ぶ、 基関産業として観光産業を新しく導入している。安城文楽の芝居小屋や倉庫の修復が行われたほか、1993年には、あのり崎灯台の旧館舎を灯台記念館に改築、周囲を安の岬園地として整備した。これによって旅館や民宿が増加した。2004年度には、安の崎灯台の一般開放を開始し、三館灯台となった。 かつてはアゼノリ、アコケと表記されていたが、アノリ崎沖で船が進まなくなり、朝鮮出兵になかなか出陣できなかった久喜シが、八幡神社で祈願したところ、出版できるようになったことから、安城の字に改めたという伝説がある。中村氏には、ア、ノリという説を提示している。アゼは、田んぼのアゼというよりは、防波堤、防潮堤の意ではないかとする。ただし、 アゼとノリがなぜ結合したかは不明としている。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1746年以降の人口の推移。2005年以降は国勢調査による推移。1746年以降の世帯数の推移。2005年以降は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。以前は、阿護町安常前行きが安城小学校、安城中学校の学区であるが、2018年4月1日に閉校した。ほとんどの安城の子供は、同じ保育所、小学校、中学校に通うため、団結力が強い。安城漁港安城漁港は、三重県島市にある第三種漁港。 1951年7月28日に港湾指定を受け、1988年から三重県営の第三種漁港となった。1991年度より漁港集落環境整備事業、2002年度より漁港関連道の整備が進められている。低地網、差し網、雨による潜水などの漁法が用いられる。安のは外洋と内海に面しているが、 海洋的性格が強く、大島城寺は、漁村で大型猛漁業に就労する集落であるとした。高木秀和は、漁業センサスを分析した結果、阿護町安城は、磯部町マトやと並び、島市内では、島町や浜島町、浜島、大王町なきり、船越に順じて、水産業が盛んな地域であるとした。 2009年の続地陸揚げ量は4136.5トン、続地陸揚げ金額は98900万円である。太平洋岸では、春から夏にかけて、車エビ味、サバイ先など、秋から冬にかけて伊勢エビヒラメトラフグが漁獲され、マトヤ湾では、新寺や青のりが養殖されている。湾内では外洋に比べれば、漁獲量は少なく、マルセウラ。 汗浦で小資本で行えるカキの養殖が導入されている。伊勢マグロの養殖種苗となる黒マグロの養魚の産地の一つである。竹沢光浦が東京都のお茶の水駅周辺で行った漁港形状の美観に関する面接調査では調査対象15漁港の中で最も好感度が高いという結果が得られた。戦前の安城の住民は9割が漁業に従事し、 男性は漁師、女性はアマになるのが一般的であった。また安城の住民同士での恋愛結婚が盛んであり、安定した漁村の維持につながっていた。1970年にお茶の水女子大学の調査団が行った調査によると、妻の82%が安城出身で、57%が恋愛結婚であった。家庭内の決定権は、 決定件数比で妻が32%、夫が24%、夫婦同権が19%を占めた。このことは、当時夫が出稼ぎで不在になり、妻が域内の商工場に勤めるという就業形態が多く、夫婦とも漁業に従事していた戦前に比べ、家庭において妻が優位になったと考えられる。しかし戦後には漁獲口の不安定化と都市の景気が良く、 なったことから都会へ流出する若者が増え、1990年代には最も若い漁師は50歳、アマは45歳くらいになった。一世紀半世紀頃ほど前までは千葉県の大原漁港をはじめとする外房地域とイカやトラフグ、カツオなどの漁で交流があった。現在では交流はあまりされていない。安堀岬園地灯台の周辺は 公園として整備されている。あのり崎灯台と周辺の景観が観光資源となっており、旅館や民宿が多い。地域活性化を兼ねて、漁協青年部と安の岬旅館組合青年部を中心として、毎年7月にキャスティングトーナメントを開催している。毎年9月15日と16日の2日間に、わたって安城神社祭が開催される。道祭りでは、 安城の人形芝居が境内で上演される。ありがとうございます。